おはようございます。8月13日、はい、木曜日ですね。今朝6時20分です。はい、今日、背中の日なんですけども、まあ、はい、腹筋ね、毎日してるって言ってたんですけど、それ足に変えたんで、スタートアップの足のトレーニングね、いつも、はい、こんな感じで、これもう固定したルーティンでやってますという、朝一の、一発目の足から、ちょっと、動画、はい、撮ってみようかなと思います。まあ、いつもの、トレーニングと変わりないです。はい、今日じゃあ今からこの足をやって、背中の日ということで、はい、やっていく予定です。はい、で昨日ですね、ヒサロ行きたかったんですけども、ね、チケット残ってるからということだったんですけど、実はよく見ればチケット、先週8月3日で切れてました、ね、問い合わせしたんですけどもうダメですって言われちゃったんでね、今日ね天気良ければ、はい、また少しでもね、日焼けできればと思ってるんですけど、今すごく曇ってます。はい、まあもし曇ってればね、まだ考え方変えて、ポージングの練習全然してないんでね、まあそれをしていかなければと思ったりもします。で、はい、ということで、はい、じゃあ足やります。で、いつもは、はい、片足の、ブルガリアンスクワットですね。はい、もう負荷、いつも足の日の時はですね、15キロずつ持ってたりしたんですけども、はい、もう10キロずつ持ってます。で、はい、片足の台、ちょっと見えてないですね。台の設定、はい、15回ずつ、はい、やっていきます。続けていきます。はい、了解、終わりました。で、はい、ちょっと下げます。はい、でそのまま、はい、シシスクワットですね、下ろして前に突き出す、これ、はい、前の大体下置きに、はい、入っていきます。これ20回やっていきます。じゃあ誰です。三種目目最後ですね。はい、2人目の31キロの、バーベル担いでスクワットですね。20回やっていきます。足は終わりました。各、3種目、まあ、各1セットずつ
なんですけども、はい、これはね、スプリットの、毎日の、ルーティンの一発目で、足は毎日するということで、今のメニューを続けていこうかなと思います。で、はい、なかなかちょっとね、あれだけなんですけどね、なんか、いい感じでね、刺激入ってるのかなと思ってます。それで続ければなんかもう、変わるのかなと、もう早くも、まだね、2週間も経ってないんですけど、なんか手応え感じています。しっかりね、半年後、好奇心持ってどうなってるか、続けていきたいと思います。はい。ということで、はい、今からまた背中、はい、やっていきたいと思います。以上です。